我が風は悪しき者にとっては暴風、善なる者にとっては微風、そして勇ましき汝にとっては大いなる翼だ。得意点よ、我が風に乗って飛ぶがよい。しまった。真実を追い求め、さまよいし者、異端なる得意点よ。安寧の黄昏を捨て、さあ、今こそ覚醒を。あれ？聞こえてない？いやいや、そんなことないよね。あの、俺だって。久しいな、得意点よ。白人を治めよ。ここに降り立ったのは風の試練のためではない。さっきの揺れは一体。おお、不思議だよな。風も吹いてねえのに、あんなに激しく揺れたんだもんな。って、誰だこいつ。ん？おお、赤き竜と青の少女じゃないか。久しぶり。久しぶり？おいら、お前と会うのは初めてなんだけどよ。あ、そっか。この前来た時はすやすや眠ってたもんな。だったら改めて名乗らねばなるまい。我は軍神、踊り狂う暴君グリーン。決まった。はい、よろしくお願いします。あれ、ちょっと待って、なんか弾いてない？かっこよかったよね。よね。なんか言ってくれよ。どこ行ってん。へえ、そうだったんですね。その節はお世話になりました。グリームニルさんは今日も風の試練のために来たんですか？
いや違う、こたびの風は試練にあらず。得意点が持ちし異能の力、意志に従いその禁忌に触れしとき、風は新たな輝きを得ん。そのお前よ、何言ってんのかいまいち分かりづれえな。それあのな、分かんなかった？雰囲気なら少し。なあ、もう少し分かりやすく説明してくれねえか？そのつまりだな、とある方から言われたんだよ。様々な脅威に対抗するためにも、我々は得意点と接触しさらなる力を得るため学ぶべきだって。ほう、とある方って誰なんだ？そりゃそのなんだあれだ、その秘密。秘密は秘密だ。で、暴風の兄ちゃんはよ、こいつに試練を与えるぐらいだからすげえ強えんだろ。そんなあんたがオイラたちから学ぶことなんてあるのか？ああ、そう確信している。お前たちとの旅路の中で必ずや闇を払う力を得ることになると。得意点よ、我は暴風、愚風の化身。しかし今は新たな力を求むそよ風。お前が滑るこの気空艇に、お前が紡ぐその奇跡に、この俺を同行させてもらえないか。と、ちょっと待って、得意艇、もう一回だけ考えて。俺すごいぞ、嵐とか起こせるし。頑張れよ、すごく頑張れよ。なあ、赤き竜と青の少女からも頼んでくれよ。必死だな。グリームニルさんもこう言ってますし、一緒に旅をしませんか？なあ、頼むよ、得意点。冗談だったのか、よかった。もうびっくりさせるなよ。よかったですね。本当にすげえ成長中なのかよ。得意点よ、何時の快楽に感謝する。では共に総空の果てを目指そう。我が工夫が汝の翼とならん。よろしくな、得意点。サブ白銀、総我の今年だが、我が工夫もまと。おお、寒いな。みんな大丈夫か？天候が変わりやすいとは聞いてたけどよ、まさかこんな急に吹雪になるなんてな。
月流青の少女見失ったか。く、情けない。待っていろ、必ず俺が助け出す。どこだ、どこにいる。この吹雪は危険だ。一刻も早く探し出さねば。おーい、どこいて。青の少女！グリームニルさん！その声は青の少女か！無事だったんだな。だが得意点と赤き竜は。わかりません、この吹雪で何も見えなくなっちゃったので。でもこうして会えてよかったです。とても不安だったので。もう大丈夫だ。この愚風の前では氷雪白銀等しく無力。はあ、まあ一応軍神だしな。よし、得意点と赤き竜を探しに。魔物か。青の少女、俺の後ろに下がっていろ。お、グリームニルさん。問題はない。我が工夫の前では闇も魔も等しく無力だ。だったら積み荷を運ぶのにも一苦労だもんな。そうですね。お、あれ、こっちに誰か来ます。菊石さん、こんにちは。荷物を運んできてくれてありがとう。こんにちは。もしかして私たちを迎えに来てくれたんですか。うん、天気が下り坂になりそうだったから近道を教えてあげようと思って。下り坂？こんなに晴れてるのにか。晴れてると思ったら雪が降るなんてこの辺ではしょっちゅうだよ。確かにそのようだ。風の元素も何やらざわめいている。急いだ方がいいかもしれん。へえ、そんなこともわかるのか。赤き竜よ、俺を誰だと思っている。我こそは軍神踊り狂うぼう。あれ、暴風の兄ちゃん何してんだ。早く来いよ、置いてっちまうぞ。ちょっと待ってくれよ。
ここから先はクレバスもあるので気をつけて進んでね。クレバスってなんだ？凍った地面にできた裂け目みたいなもんかな。場所によっては光も届かないぐらいすっごく深いんだって。まあでもこの天気だし、しっかり足元を確認して進もうぜ。そうすりゃ落っこちることもねえしな。青の少女、俺の後ろに下がっていろ。クリームニルさん。問題はない。我が工夫の前では闇も魔も等しく無力だ。さあ行くぞ。我が風の防衛を受けてみるがよい。クリームニルさん、今の声ミーさんです。やはりか。とすると
弱きを狙うは魔物の差が、いさめはすまい。しかし感化はできん。赤き竜よ、今助ける。風よ、舞い踊れ。魔物よ、恐れることはない。この工夫は天の意志、汝らを安寧へと導かん。この風を刻むがいい。うがっ、うがっ、うがっ。決まったな、何十の加護。うがっ、決まった。造作もないな。今は眠れ。何時らの行く末に風の加護。助かったぜ。それにしてもよ、暴風の兄ちゃんってやっぱすげえ強いんだな。へっへっへ、よせん、出れるだろ。兄さん、無事でよかったです。ルリア、何も見えなくなっちまったから心配してたんだぜ。それはそうと、大変なんだ。ちょっとこっちに来てくれねえか。まさか得意点と少年が。確かに声がしたからちょっと覗き込んでみたんだ。そしたら、真っ暗で何も見えませんね。二人とも大丈夫ですか。あ、キクシさん、トカゲさんがみんなを連れてきてくれたみたいだよ。僕は大丈夫だよ。でも、キクシさんが怪我をしてるんだ。怪我を、どうしましょう。急がねばなるまいな。ならば、我が力を解放する。ちょっと待ってくれよ。何をしようってんだ。このクレパスの裂け目を広げれば、得意点と少年を助けられるだろう。そんなことできるんですか。ああ、我が愚風ならばたやすきこと。けどよ、暴風の兄ちゃんの力はすげえから、その振動とかで雪崩が起きちまうかもしれねえぞ。それは困ります。あ、そうか。あ、まずいまずい。それじゃあ、何だってんだ。山の方から聞こえてきます。ひゅんだな、こんな時に。まずい、大地が震えている。雪崩が来るぞ。
いしょ。このままじゃオイラたちだけじゃなくクレバスに落ちたあいつらも。どうしましょう。策はある。少々荒っぽいが仕方のない。クリームニルさん、少年よ、地下集落の場所を教えてくれ。僕たちの集落は、我が工夫は闇への裁きにして光への加護。今こそ真意を発揮せん。風よ、我が意志に応えよ。なんとかなったか。すげえ。はい、驚きました。礼はいらん、当然のことさ。というかちょっと怪我してるじゃないか。待ってろよ風よ、癒したない。これでよし、少しは体が軽くなっただろ。気にするな。よく頑張ったな、得意点。へえ、暴風で破壊するだけじゃなく風で癒すこともできるのか。暴風の兄ちゃんは何でもできるんだな。頼りになるぜ。ママ頼りにしてくれよな。あの、怪我とかはありませんか。菊石さんが守ってくれたから僕は平気だよ。しかし、とんだ災難だったな。あんなクレバスに落っこちて怖かったろ。うんうん、菊石さんも一緒にいたし。それに、必ず仲間が助けに来るから大丈夫だって励ましてくれたんだ。仲間が、必ず助けに来るか。さあさあお食べ。冷えた体には温かいご飯が一番だからね。こいつはうまそうだな。いただきます。いただきます。すっごくおいしいです。それに体も芯から温まるぜ。こんな辺境の地で美味しいご飯が食べられるのもあんたたちのおかげさ。大変だとは思うけどさ、これからも食料や日用品を届けておくれ。はい。集落の民を一つ尋ねてもいいか。ああ、なんだい。
なぜこの地で生きる。過酷なる地で身を縛るような寒さ、吹雪、雪崩、人の身には脅威だろう。確かに坊やの言う通りだと思うよ。でもね、環境なんてのは慣れさ。ほら、住めば都って言うだろ。それにさっきも言った通り、欲しいものがあればあんたたちのような気空団に届けてもらえばいい。そう、一番大切なのはどこで暮らすかってことよりも誰と暮らしていくかってことかね。誰と暮らしていくか、その気持ち私わかります。オイラもだぜ。みんなと一緒にいられればどこで暮らそうと構わねえもんな。日々の小さな幸せを感じられればもうそれだけで十分だね。なるほど、それもまた強さか。ああ、ほら、冷めちゃう前に食べなさい。はーい、いただきまーす。Thank you.